浅野長典、浅野長典は、針間阿公判の第三代藩主。判位は、十五位下匠頭。官名から、浅野匠の神と呼称されることが多い。阿公事件を演劇化した作品群、中心蔵を通じて有名。漢文七年八月十一日、1667年9月28日、浅野長友の長男として、江戸鉄砲数。 現東京都中央区赤市町にある浅野屋上屋敷、現在聖路加国際大学がある場所において生まれる。母は長友正室で、鳥羽藩主、内藤忠正の娘、奈美地。陽名は、祖父、長治家、父、長友と同じ又一郎。漢文十一年、1671年3月に、父、長友が藩主に就任したが、 その3年後の遠方3年1月26日、1675年2月20日に長友が死去。また聖母である内藤氏の並地も、漢文12年12月20日、1673年2月6日、亡くなっており、長ノは幼少期に父も母も失った。遠方3年3月25日、1675年4月19日、 長野は九歳で、阿古浅野家の家徳を継ぎ、第三代藩主となる。同年四月七日、五月一日には四代将軍、徳川絵綱に初めて拝越し、父の異物備前史家の刀を献上。さらに同年うる四月二十三日、六月十六日には、三次藩主、浅野長春の娘、阿久里姫との縁組が、江戸幕府に出願され、八月八日、 9月27日になって受理された。これにより、阿久里は、遠方6年、1678年より、阿公藩の鉄砲スカミ屋敷へ移った。遠方8年8月18日、1680年9月10日に、樹語下に除せられ、さらに21日には、祖父、長次家と同じ、匠頭の官職を与えられた。天長年、 1681年3月、幕府より、江戸神田橋5番を拝命。また、この年の8月23日、1684年10月4日、15歳に、して、山賀祖皇に入門して、山賀流兵学を学ぶようになる。天那2年3月28日、1682年5月5日には、幕府より、朝鮮通信司教役の一人に選ばれ、長野里は、 来日した通信使の医師官通世大部らを8月9日に、泉島、原子図をかけ三島市にて共王した。なおこの時、三島塾で一緒に共王に当たっていた大名は、後、赤江藩が改役された際に城受け取り役となる、微中足森藩主、木下皇帝であった。天羅三年2月6日、1683年3月4日には、霊元天皇の直誌として、 江戸に下校予定の加山の院ただ島こと、千草有能の教王役を拝命し、3月に両名が下校してくると、その教王に当たった。この時、孔家、吉良義仲が直主教王指南役としてついていたが、浅野は直主教王役を無事務め上げている。なおこの際に、陰主教王役を務めたのは、小物藩主、肘方武志豊であった。 ゆうゆたかの娘は後に長のの弟、浅野長弘と結婚している。この役目の折に、浅野家と肘形家の間で、沿岸和が持ち上がったと考えられる。直視教王役のお役目が終わった、直後の5月に役里と正式に結婚。またこの結婚と前後する5月18日には、家老、大石義江、大石義雄の王子、また、浅野家の親族が江戸で死去している。 大石義江は若くして、筆頭画廊になった大石義雄の後見人を務め、また、幼少の藩主、浅野長則を補佐し、二人に代わって、阿公藩生を実質的に取ってきた老人である。しかしこれによって、長則に藩生の実験が移ったとは考えにくい。長則は依然数え年で十七歳、満十五歳であり、国元の大石義雄も、 すでに筆頭画廊の肩書きは与えられていたとはいえ、数え年で25歳に過ぎない。したがって、藩の実験は、大石義恵に次ぐ老臣、大野智久、末席画廊に自然に移っていったと考えられる。この年の6月23日、8月15日に、初めて所要の阿光に入り、大石義恵にも元の家臣たちと対面した。以降、 三勤交代で一年交代に江戸と阿古を行き来する。江戸在留中の上京元年8月23日、1684年9月24日に、弟の長江と共に、連名で山賀祖皇に聖書を提出しているが、翌年に祖皇は江戸で亡くなる。江戸在留中の元禄三年12月23日、1691年1月21日に、 本所の引けし大名に任命され、以降、しばしば引けし大名として活躍した。元禄6年、1693年12月22日、1694年1月17日には、備中松山藩の水谷家が海域になったのを受けて、その居城である松山城の城受取役に任じられた。これを受けて長野は、元禄7年2月18日、 1694年3月24日に、総勢3500名からなる軍勢を率いて、赤を立ち、備中松山、現在の岡山県高橋市へと赴いた。2月23日、3月18日、水谷家家老、鶴見倉之助より道場を無欠で受け取った。長野は会場の翌日には、赤への帰途に着いたが、名代として、筆頭家老。 大石義雄を松山城に在番させ、翌年に安藤茂弘が新城市として入城するまでの1年9ヶ月の間、浅野家が松山城を管理することになる。また元禄7年8月21日、百6 9 4年10月9日、悪里との間に子がなかったため、弟の長江を仮用市に迎え入れるとともに、神殿三千国を分治して、 幕府旗元として独立させた。さらに翌元六八年十二月二十九日、千六百九十六年二月二日には長野が放送をわずらって一時帰徳状態に陥ったため、長考を正式に、用志しとして万が一に備えた。なお、長野利帰徳の方は、原本時、足軽党を旧手として、大石義浦国元の重臣にも伝えられた。しかしその後、 長野利は妖体を持ち直して、元禄九年五月ごろ、1696年六月ごろには完治した。この前後の五月九日、六月八日引けし、大名としての活躍から、本所在木造家版に任じられる。元禄十一年八月一日、1698年九月四日に、再び、神田橋五番を拝命。さらに、 元六十三年六月十六日、千七百年七月三十一日には桜田門五番に転じた。同年十一月十四日、十二月二十三日には弟、長江と、肘方武豊の娘の婚儀が取り行われた。そして、元六十四年二月四日、千七百一年三月十三日、二度目の直司教王役を拝命することとなる。 朝の長野は、幕府から江戸下校が予定される直視のご馳走人に任じられた。その霊法指南役は、天下三年、1683年のお役目の時と同じキラ義中であった。しかしこの頃、キラは皇家の役目で上京しており、2月29日まで江戸に戻ってこなかった。そのためキラ期間までの間の25日間は、長野が、 自分だけで直視を迎える準備をせねばならず、この空白の時間が朝のに、キラは不要というような意識を持たせ、二人の関係に何かしら影響を与えたのでは、と推測する説もある。一方、東山天皇の直視の柳原氏角、高野保も春、霊源上皇の院子、聖漢寺広士邸の一行は、2月17日、3月26日に京都を経った。 直子の品川、現東京都品川区到着の報告を受けて、長野も3月10日、月17日、転送屋敷へと入った。3月11日、4月18日、直子が転送屋敷へ到着した。まず老中、土山正直と、後家、畠山はじめ源らが直司、直子、因子に拝越し、この際に、直子ごちそう人の朝野も紹介された。 翌3月12日、4月19日には、直子、因子が登場し、白書院において、正子、因宗を、将軍、徳川綱吉に歌しする儀式が取り行われた。さらに翌日の3月13日、4月20日、将軍主催の脳の催しに、直子、因子が招かれた。この日までは長野は無事役目をこなしてきた。そして、元禄14年3月14日、 1701年4月21日。この日は、将軍が先に下された、聖師、陰宗に対して奉納するという儀式が行われる、幕府の1年間の行事の中でも、最も格式高いと位置づられていた日であった。この儀式直前のみの下国、午前11時40分頃、江戸城本丸大廊下、通称末の廊下にて、良義仲が、留守居番、 梶川よりてると儀式の打ち合わせをしていたところへ、長ノが背から近づき、キラ義仲に対して、小佐刀、実践用ではなく、アクセサリー的な刀で切りつけた。梶川が書いた梶川筆記によれば、この際に、浅野は、この間の遺見を覚えたるかと叫んだとされ、しかし浅野は、本来つく方が、 効果的な武器であるはずの脇差しで切りかかったため、吉中の額と背中に傷をつけただけで、致命傷を与えることはできず、しかも側にいた、梶川よりいてるが、即座に、浅野を取り押さえたために、第三撃を加えることはできなかった。騒ぎを見て駆けつけてきた、陰死教養役の伊達宗春、村、豊や高家衆、茶坊主たちたちも次々と浅野の取り押さえに加わり、高家の品川石と、 畑山義康氏の両名がキラを祖鉄の間に運んだ。長野もまたその場から連行された。こうして、浅野のキラ殺害は失敗に終わった。長野が連れて行かれた部屋は諸々によって違いがあるが、おそらく中の口坊主部屋と考えられる。高赤見聞器、田村やお預かり一件などが暴言屋と明記している。らえられた長野が取り調べに対し、 何と答えたかについては、確かな資料はない。それどころか取り調べが行われたかどうかすら確かな、資料からは確認できない。幕府目付多門へともが書いた、多聞筆記、多聞は、虚言癖があると言われており、その筆記の取り扱いには、注意を要するによると、多聞が目付として、長野の取り調べを行った。その際に長野は、上へ対したて祭りいささかの、 お恨みこれなくそうらえども、私の意見これあり、一個の宿意をもって、前後忘客つかまつり打ち果たすべくそうて、人情に及びこう。この上いか様の、おとがめを押せつけられこうとも、ご返答申し上げべき筋これなく、去りながら、上之助を打ち存じ抗議いかにも、残念に存じこう。とだけ述べ、キラに、個人的意見があって、人情に及んだことは述べたが、 人情に至る詳しい動機や経緯は明かさなかったという。あとは、光月の助はいかがに会えなりこうやと、キラがどうなったかだけを気にしている様子だったという。これに対して多聞は長野りを思い合って、老年のこと、ことに免定の傷書につき、養生も心もとなく、と答えると、長野りに、喜びの表情が浮かんだとも書いている。馬の下告、午後1時50分頃。 奏者番の道の区一の関藩主、田村県県の芝あたご下にあった屋敷にお預けが決まり、田村は急いで自分の屋敷に戻ると、日の木川言吾、麦平衛門、原田玄四郎、菅治左守ら、一の関藩藩士十五名を長乗り身柄受け取りのために江戸城へ派遣した。羊の下国、午後三時五十分頃、一の関藩氏らによって、 網かごに乗せられた長典は、不条文とされた平川口門より、江戸城を出ると、芝、東下、厳東京都港区新橋四丁目にある田村邸へと送られた。この護送中に、江戸城では、長典の処分が決定していた。将軍、綱吉は、朝廷と将軍家との儀式を台無しにされたことに、激怒し、長典の即日切腹と阿公はその家五万国の、 取り潰しを即決した。前日の多門筆記によると、若年寄りの加藤明秀、稲垣重富が、この決定を、目付の多門に伝えたが、多門は、匠と五万国の大名、加名を捨て、お場所柄某客まつり人情に及び候動ほどの、恨みこれあり候、乱心とても孔付けの付けに落ちどこれあるやも計りがたく、略を埋め付け兵渡し、共済を正し、日数の立ち向上。 イカまともお仕置きを押せつけられるべくこう。それまでは、こうづけのすけ様も、つつしみを押せつけられ、最能ただしの上、いよいよ神妙に会い聞き、何の恨みも受け抗議もこれなく、全く匠と乱心にて人情に及び抗筋もこれ、ありそうらはば、ご勝備のお取り扱いもこれあるべきところ、今日に、今日のご荘備はあまりお手軽にて、ご座う、と抗議したと書いている。 これを聞いて加藤と稲垣も、至極最もの筋。なおまた、老中法へ、根性申すべし、と答え、慎重な取り調べを老中に求めてくれたというが、結局は、大老角川容人、柳沢義康が、ご決着これあり工場は、右の通りを伏せ渡され、こうと心得べし、と称し、綱吉への取り次ぎを拒否したため、即日切腹が確定したのだと同書中で述べている。 江戸城内や幕府の行事における人情事件はこれまでにも何件も発生していたが即日切腹の例は浅野長則が初めてであった。ここまで綱吉が切腹を急いだのは政治的意味合いがあったとする説がある。長則の母方のおじ、内藤忠勝が同じような事件を起こしたことがあるにもかかわらず近親者が同様の事件を起こしたことからこれまでの処罰の軽さが 今回の事件の一因となったと考え、過烈な初段となったとする説がある。以下は、一の関藩の匠頭を預かり一件による。猿の時、午後4時30分頃に、田村邸に着いた長野は、出会いの間という部屋の囲いの中に収容され、まず着用していた大門を脱がされた。その後15歳の料理が出されたが、長野は湯漬けを2杯処望した。 田村家でも即日せぷくとは思いもよらず、当分の間の預かりと考えていたようで、長期の監禁処分を想定し、長乗りの座敷のふすを釘付けにするなどしていたという。猿の下国、午後六時十分頃に、幕府の政権市役として、大目付、け正田康都市、福建市役として、目付、け多門獣とも、同、大久保忠志らが田村邸に到着し、出会いの間において、 朝野に切腹と会役を宣告した。これに対して、朝野は、今日、不調法なる死化大価用にも仰せつけられるべき儀を、切腹と仰せつけられ、ありがたく存じたて祭りこう、と答えたという。宣告が終わると、直ちに障子が開けられ、長典の後ろには、幕府と目付が左右に二人つき、庭先の切腹場へと移された。多門、大久保ら幕府役の立ち合いの 長野は、磯田武史大部、幕府と目付の解釈で切腹して果てた。去年35。多門筆記によれば、切腹の前に長野は、風誘う花よりもなほわれはまた春の名残を、いかにとかせん、という自制を残したとしている。さらに、多門の取り計らいにより、片岡隆草が、主君、長野に最後に一目、目通りできた、ともしている。しかし、 これはいずれも多門筆記にしか見られない記述である。多門筆記では、柳沢では守ると書くべきところを、身の守ると書いてあったり、戦国宝器神であるべきところを後に解明した単語になっていたり、人情事件現場について、畳にびただしいほどの血がというように大げさな記述があったりと信用できない記述があまりにも多い。多門筆記は、後世の別人の作という見方は、 かなり有力であり、この時勢は春風に吹かれて夜桜が散っているという情景と自らの心境を重ねたものであるが、前日の雨と強風で桜はすでに散ってしまった後の可能性が高い。さらに、多門筆記によれば、長野里の切腹場所が一国一城のあるにあるまじき庭先であることについて多門は正田康都氏に抗議したという。しかし正田は、 福祉のくせに生死である拙者に異議を唱えるな、と、まともに取り合わなかったのだという。例によって、他門の辞書なので疑わしく見えてくるが、正田は、翌年後家、大友義隆、キラヨシの同僚で友人や、登場冬へ、キラ義仲実定などキラ派の旗本たちと一緒に、呼び出され、勤めが良くないとして解任されてしまっていることから、 どうやら正太が、平寄りと思われるような態度を取ったことは、間違いないようだ。なお比較的資料の価値が高い、匠頭をお預かり一軒の方には、長野りの側用人、片岡隆草と磯貝正久宛に、長野りが遺言を残したことが記されている。それによれば、この段、かねて知らせ申すべく、高徳とも、今日やむことを得ずこうゆえ、知らせ申さず候。 不審にありずべくこう、という遺言であったという。知り切れになっている謎めいた遺言であるが、これが原文なのか、続く文章は幕府をはばかって、田村家で消したのか、真相は不明である。その後、田村家から知らせを受けた朝野家家臣の片岡隆房、か谷や寛左衛門、用人百五十国役料二十国、竹部記録、江戸留守巨役百五十国、田中貞史郎、 金珠百五十国、磯貝正久、金珠百五十国、中村聖英門、金珠百国らが長野の遺体を引き取り、彼らによって高輪戦学時に埋葬された。長野の遺身たちのその後は、阿公事件の功を参照のこと。長野が人情に及んだ理由ははっきりとしておらず、長野自身も多母家友の取り調べに、 遺婚ありとしか答えておらず、遺婚の内容も語らなかったので様々な説がある。主に以下のような遺婚、対立の説がある。一、最も一般的で、中心蔵の映画やドラマ、小説などで採用されているのがこの賄賂説である。キラは賄賂を貪るのが好きで、長典りが賄賂を拒否したために恥ずかしめられたという記述などは、川見木や、当時の大有徳川家の、 大室中期に見える。二、水間仙徳、阿古藩士、大高忠夫、神崎の利安、富野森正より、かやのしらの徘徊の師匠の仙徳随筆の中にある浅野氏めつぼの乱証によると、直視教王薬の費用を浅野家は七百両で提案し、浅野脇らが不在だった2月に、後家の畠山義康氏に相談して、了承を得ていたが、 3月になってからキラがこれに意義を唱え、費用を1200両とせよと命じたことで両者が不和になり、人情の原因となったとある。このうち、キラが1200両と提案したのは一度目のご馳走人の時に対して、元禄時代は大幅に物価が上がっていたためとされる。ただし、浅野が一度目をご馳走人を務めた時の費用は400両とされ、 当時、2倍ほど上がっていた物価に対する費用としては800両、あたりが妥当で、1200両は一度目に比べると3倍の予算にあた、当時の物価の上昇を考慮しても高額であると言える。3. 横連棒の筋書きは、奏手本、中心蔵が下敷きとした、太平記において、中心蔵でキラを固くした、コウモロナオが長ノりを固くした。 エミア法眼を落とし入れてその妻を奪おうとした、下りから来たものである。四、近年主張されるようになった説に、三河国キラ賞の一部で製造されている相場塩シオの出来が悪いため、出来がいいことで評判のアコーシオの製造方法を聞き出そうとしたが断られた、もしくは、江戸の塩市場の争いとなったのではないかとする説を、キラ出身の作家の尾崎志郎が唱えていた。しかし、 実際には、キラヨシナカの領地にあったとされる演伝の遺跡は、旗本大川地家の領地であ。塩による遺根説は、飛び地の領地に気づかずに、キラの領地に、塩田があったとしてしまったものであり、今日では、塩田説は否定されている。十、増上寺の畳替えについては、当時の秋田藩の加老岡本元,元朝の日記、岡本岩町日記、寺坂式などに、 畳替えの件で揉めたことが書かれている。岡本岩長日記の元十四年五月二十七日には、風雪によると、事前に、浅野がキラに畳替えに必要か尋ねたところ、不要と言われ、洗礼を調べても、そのような洗礼がないので、浅野も納得してそのままにしておいた。だが、前日の十四日になって、老中の安倍正武に尋ねたら、新しくせよと、 申された時らが言い出し、朝野はそれを聞いて老狽して、老中に紹介すべきことであれば、自分から聞き合わせたのに、あなたがそれを不要と言った。だからこそ、事前に聞き合わせ、必要があればそうしたというのに。それを、先日は無用と言ったのに、今日になって、そのようなことを言うとはどういうことか。すでに、今日は、こうして途上しており、明日朝のことを、どうしたらよいというのか。 と問いただしたところ、吉中は、あらゆることに、臨職ではご馳走は務まらないと返答した。これが長野の一種であると取り沙汰しているといったことが、書かれている。長野は、感情が激した時に、胸が苦しくなる、使えあるいは、使えきという病気を持っていた。精神病、統合失調症との説もある。実際に、霊光君ん五電には、同11日未明、 天宗州江戸五着座霊光君、朝の長野長則には、少々ご不快これによりご保養し、ご持病はこれを使えきとなられましたとある。江戸時代に区分されていた、精神障害の分類については、驚きは、痙攣を主な症状とする小児の疾患、天は大発作を起こす転換、驚き天は、神経症圏の疾患、今日は、統合失調症に相当するとして病名などが、 分けられていた。さらに、教は、強し教と、重教に分類され、前者は、教の緊張型統合失調症、後者は墓型統合失調症に相当し、今日の精神地帯に相当する、知接触障害にあたる、腐食の記載も当時の文献などに見られる。しかしながら、浅野が持病としていた使いについては、これらに分類されておらず、感情が激した時に、 胸が苦しくなる、腹の中に、塊のようなものがあって痛む病気、または、幼児の腹の病気などとされる。中国の医学書の、法典八十一難病でも、火の石、名付けて、使いとのたまう、い、にありて、おいて、大きさは、万のごとく、久しく言えず、人の死死をして納めざらしめ、横断を発し、飲食すれど、肌とならず、冬の人気の火をもって、これを得るなり、 何をもってかこれを言えば、肝が病みて火に伝え、火はまさに人に伝うべし、火の石は名付けて、使えきという、い、にあって、覆っていて、大きさは、晩のようで、長期にわたって言えなければ、人の死死が収まらず、横断を発し、飲食しても肌にはならない。冬の陣気の火に、これを得る。なぜかというと、肝が病みて火に伝わり、肝病は火に伝わり、火は人に伝えようとするとある。 このように使いきは肝臓や火に関する病気とされていた。そのため、当時の使えや使いきを精神病や統合失調症と見るのは無理があるとされている。当時のアコ藩ハンで導入されていた塩水濃縮法による入り浜塩田法を、たけ、他藩にも教え、他藩の者たちが学びに来ることを許可し、積極的に受け入れていた。そのことを示す事例として、 以下のようなものがある。遠方8年、1680年に製鉄技術調査のために中国地方を訪ねた陸前元吉軍馬、辰村の佐藤三江門が、岐路にたまたま阿光に立ち寄り、塩作りの様子を目にした。元吉軍内では、古来から声援が行われていたが、海水をそのまま釜で煮る、原始的な方法で莫大な焚木を消費していたため、三江門は、 人手も燃料も、効率の良い、晩秋流声援法を導入しようと3年後の天3年2月16日に、弟の五郎奈な,なら三人で藩の許可を得て、仙台を出発。赤王に5月末まで投留し、塩に法を学んだ。帰りには、浜子二人を2年間の約束で連れ帰り、翌年の状況元年にも、さらい干した五郎奈な,ならが、浜大工を雇い入れている。 その時のこれらの雇用契約を、阿公の大年寄や商屋が承認した文書が、現存している。また、三石衛門らが営んだ演伝はそれまで、仙台藩で行われていた、海水自家に法のおよそ3倍の成果があり、申請法を導入して2年で借金を返済し、その後、多くの利潤を挙げ、三石衛門のは大番子に出世した。そして、阿公の声援技法は、 東北各地に伝播していったという。天那三年になって、浅野長典は初めて所領の阿光に入っているが、佐藤三衛門らが、阿光藩で上記のように受け入れられ、阿光藩内でも税収に大きく関わり、重要だった、こうした、聖炎技法を学ぶことができたのは、当時の藩主であった、浅野の許可が必要であった考えられる。ただ、この時期、すでに入伝法は阿のみならず、 瀬戸内の諸藩に広まり、ハリマ、ビゼン、ビッチュー、ビンゴ、アキ、スオウ、ナガト、アワ、サヌキ、イオ、ケイジュ国でこうした入浜ハ演伝法が行われ、重州演伝と総称されていた。そのため、アコー藩はこうした声援技法を取得しておく、必要性がないと判断した可能性がある。藩札の導入の開始についても、早期から着手していた。 藩札と呼ばれる各藩が独自に領内に発行した紙幣の導入は、関文元年、1661年に開始した越前福井藩、関英七年、1630年に発行した貧語、福山藩などが最初と言われているが、1700.1800年代に藩札を導入し、発行し始めた諸藩が多い中、阿公藩は、遠方八年、1680年から、 反札の導入を開始してた。この時期は、浅野長典が藩主であった時期であり、こうした新制度の導入については、藩主の決定と幕府への届け出が必要であった。また、藩札については、名目上として、藩札を発行し、藩札の先逸流通を規定した藩は、数多いが、阿公藩ほど徹底していた例は稀で、阿公藩では、領地が山に囲まれた地形だったこともあり、 両外との取引を行う商人などを除き、両内での反札の繊維一流通が確実に行われていたことが資料などによって確認されている。なお、反札は、両内の通貨不足への対応や財政赤字を補填するため的などで発行されるため、赤黄藩と朝の長則は、こうしたことや、反札の繊維一流通による両内の金融政策の掌握などを目的として、 初藩に先駆けて早い時期から、藩札の導入を試みたと考えられている。阿古浅野家の家系は、広島藩浅野家の傍流の一つで、浅野長政の三男、長主をを外する家柄。長政が、慶長11年、1606年に、長男、吉永の三37万国とは別に、自らの隠居領として支給された、日立新壁に5万国を、慶長16年、 1611年の長政の死後、長重が継いだことに始まる。長重は、元羅8年、1622年、日立笠間に転覆。寛永9年、1632年に、長重が死去すると、着難、長次家が後を継ぐ。正法2年、1645年長次家は、阿公へと転覆となる。長次家は、阿公城を追記、城下の浄水道の設備。 アコウジを開発などを行い、反省の基礎を固めた名君として知られる。長時間の後は、嫡男、長友が継承。そして、長友の嫡男が長のりである。d ィ v 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。